皆さんこんにちは、対馬の YouTuber ソドです。私今神谷方漁協で水揚げされているサバを使ってしめサバ、サバの天日干し、そしてサバのフィーレを、加工しています。ご注文もいただき大変ありがとうございます。神谷方漁協で水揚げされるサバは、西の一大ブランド魚のほとんど近くの漁場で水揚げされており、脂も乗って大変美味しいサバになっています。そして、餌を使わない、今回は餌を使ってないトローリング漁で水揚げされたものを使用させていただいております。でも漁師さんたちに一つお願いっていうか無理な注文かもしれませんけど、血抜きをしていただいてると仕上がりがとても綺麗になるので、その辺はお願いしたいと思っております。無理は承知でお願いしております。そして、しめ鯖、今回血抜きもして熟成させた、こちらの方で熟成させたしめ鯖を使った鯖を使ってしめ鯖、美味しいしめ鯖ができないかと今検討中ですので、美味しいものができたら皆さんにもぜひご報告させていただきます。まあ頑張って美味しいしめ鯖、フィーレなどを作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。はい、熟成したサバを、フィーレにしていきます。熟成させて身が柔らかくなっていると思うので、丁寧にしていきたいと思います。綺麗にできてます。血抜きも一緒にしてたので、結構身もしっかりしてますね。
身が綺麗になってます。熟成した感じのねっとり感が伝わってきます。身がやっぱり柔らかい。これを、塩をしてしめ鯖に仕上げていきます。はい、振り塩をしています。熟成させている鯖のフィレなので、今回は加減をしながら塩を振りかけています。時間調整をしながら酢につける時間を決めていきます。